さっき天気予報見てたら今週は結構雨が降るんだってさ。だから J たちあんまりお外で遊べないから家の中でどうやって過ごそうかな。というわけで今日は雨の日でも J たちは楽しく過ごしている姿を今日はご覧いただこうと思います。あ、どうも J ザクです。 J たちは基本的にはお外で遊べれない日はうちの中で遊んでるんだけども、これもパパさん曰くフレンチブルドッグはだいたい2歳過ぎるとそんなに遊んだり暴れたりしなくなるもんで、まあ基本みんなでまったり過ごしとる。そうでも一部の例外がいるみたいだよ。これ見てよ。もういつものイズちゃん、イズちゃんが大暴れしてるから、J は1歳だからもうイズちゃんと一緒に遊びたくなっちゃうんだよね。ほいでコイちゃんとロコちゃんはもちろん遊ぶんだけども、なんとペコちゃんもずっとイズちゃんと遊んどる。もうペコちゃんも遊ぶの大好きみたい。もう J はもちろん大好きさ。イズちゃんと一緒に遊ぶともうとっても楽しいんだぜ。おいコイちゃんロコちゃん、イズちゃんばっかり遊んでないで僕のとこにも来なさいよ。もうこんな感じでイズちゃんたちと追いかけっこしたり、もう押し合いっこしたりして楽しく過ごしとる。これコイちゃん、もうコイちゃんとロコちゃん子犬ちゃんだもんで、ね、もちろん遊ぶの大好き。ところが見てこれ、これ手前にあるこれフレンチブルドッグの置物、あれ置物が動いたぜ。これよく見たらビアンコバちゃんじゃない。こんな風ビアンコバちゃんもう全くこれ省エネモード、省エネ運転だわこれ。 SDGs も真っ青の省エネおばちゃんです。もうこれイズちゃんはもうアメ車状態、もうとんでもない燃費で、まあその代わりバリバリもう走り回ってくれとるもんで、これパパさん言っとったけど本当はイズちゃんにはすごく感謝してるんだってさ。イズちゃんがちびっ子たちと遊んでくれるおかげでちびっ子たちも楽しく過ごせてるんだって。ほんでこれあの子たち大好きソファーの下で隠れ合いっこしとる。だけどあなたたちもうちょっとしたらその下入れなくなるぜ。